あ、ちょっとね、あ、最後だから緊張してんの、ちょっと怖い。僕ね、今更気づいたんですけど、何、表にくんなんです。そうだよ、表にくん、表にぐーは関係ないんだよ、本当はね。そう、そうなの、だけど表にくんだ。表にぐーはちょっとね、決めポーズつうことで、じゃあ、お兄さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。白川市表郷地区より参りました、表くんです。2日間にわたって開催されております白川キャラ市、皆さん楽しんでくれましたか？本日、最終キャラ表くんでございます。表くんは白川市表郷の、天狗山に住んでいるカラス天狗の妖精という設定のご当地キャラでございます。カラス天狗ということで背中には羽が生えております。おもてんくん本当は飛べるんだよね、飛べるんだよね。よし、じゃあ飛んでみようか。はい、3、あ、早いね飛ぶの。早いね飛ぶの。おもてんくんには決めポーズがあるのを皆さん知ってますか？知ってる人、あれ誰もいない。あ、コビネシロ知ってる。じゃあやってみようか、せーの、おもてんぐー。誰もやってくれる人いないけど、あのね、こう表号の表と、まあ、カラス天狗の天狗、これを合わせて表天狗、これが表くんの決めポーズです。それでは皆さん一緒にやってみましょう。もうみんながやってくれるまで終わりませんからね。いきますよ、はい、せーの、表天狗。あ、まだまだ足りないっすね、全然やってないっすよ皆さん。よし、じゃあもう一回いってみようか、はい、せーの、表天狗。あ、いいねいいね、増えてきた増えてきた。じゃあもう一回くらいやっとく。これ表天狗だけ覚えてくれれば今日僕たち満足なんで、表天君と表天狗だけ覚えてってください。じゃあ最後にもう一回言っとくか、いくよ、はい、せーの、表天狗。あ、いいね、ありがとうございます。はい、というわけで白川地区表郷より参りました、表天狗。え、何、あ、そう、ちょっと忘れてたんですけど、今日あっちのブースで売ってました納豆春巻きって食べた方いますか？ ありがとうございます。あれ、よく金山町の、なんか金山納豆っていう納豆なんですけど、あれ金山町とよく間違われるんですけど、あれ白川市にある金山っていうところの金山納豆なんで、そこだけ覚えておいてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ以上で表くんの紹介でした、ありがとうございました。もうそんなもんでいいの、はい、納豆の紹介。ね、3パック105円くらいでね、スーパーで売ってるんだけど、もう私は毎日食べてるの。ありがとうございます。やっぱり白川の人はね、その金山納豆ほぼ食べてますからね。もうこうなったら表くんはこのままいてください。お兄さんも、お兄さんは一応マイクだけ返してもらって、この後ね、もういよいよクロージングのお時間ということになりますのでね。はい、表くんはそのまま。キャラさん、みんな全員に、まあ、お願いします。表くん、ちょっと、ちょっと、大崎一番だろう、納豆っていう T シャツ。